ショー・ヨハンゼバスティアンバッハ、CW グリースマン作、1791年。ヨハンゼバスティアンバッハは、ドイツの画家。作曲家、ヨハンゼバスティアンバッハの息子である、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハの次男。ベルリンで生まれ、ライプツヒで、アダム・フリードリヒ・エーザーの指導を受けた。1773年5月に、ドレスデンに移り、続いて1776年2月に、 父が宮廷学長を務めるハンブルクに移った。1776年9月に修行のためにローマに向かうが、到着直後の1777年2月に重病になり、1778年に死去した。生前は画家として有名であり、その作品は現代ではコーブルク、ドレスデン、ハンブルク、ライプツヒ、ウィーンに残っている。 バッハは主に人々が雑踏する田園の風景の絵画を描いており、彼の作品からはサロモン・ゲスナーの影響が見られる。晩年は人物を表現するようになり、歴史や神話に関する絵画を描くようになった。またゴッドリー・プラベナーとクリスティアン・フェリクス・バイセの著作の挿絵やビネットも描いた。ありがとうございます。